Thank you.
交差点を回ってきたら、ここの信号で、まあ、横断歩道で渡るか、まあ、私はこっちを行った方がいいと思うんですね。こういう通り道もあるんで、多分こっちの方が楽しいんですよ。これ多分満潮だったらすぐそこぐらいまで水が来るんだと思うんですけどね。もう三朝橋をくぐるとこんな感じの光景が、ちなみにあのこの見えてるビル群の向こうに JR 横川駅ですね。そう遠くはないんですけど、まあ歩いたら結構10分近くはかかるんじゃないかなと思いますね。そしてあのいろんな説明書きはそこの歩道のところに書いてあるんで、あの最初はそっちがいいかもしれませんが、ちょっとねサッカーボールとか持ってきたりとかキャッチボールとかしたらちょっと怒られるかもしれません。あ、でもほらちょっと椅子に座ってる人とかもねいらっしゃいますよ。で、ここら辺はもう全部、こっちは市営かな、県営アパートとか市営アパートとかたくさんあるんですよ。なぜかは話しませんが、そしてもうここからもね、こうピースウィングエディオン、ピースウィング広島がもう見え始めますね。アパートの人に迷惑になるんで大騒ぎはダメですね。前方はね川が分かれていきます。右天満川、左本川、でこうして見てみるとやっぱりここら辺もね様々な雁木がありますね。雁木ここね、いろいろ階段状のものが見えますが、階段じゃないです、雁木です。雁木、川の船着き場ですね。
屋根しか見えない。屋根しか見えません。多分この歩道に行けば見えたんだと思いますが。ですね、元町の市営高層アパートを見た後に見てもでかいなっていう。なんか県営アパートがミニチュアのセットみたいな感じにしか見えないぞ。でかい。で水に親しみたかったらこの辺でこうちょっと雁木がありますんでね。横川線が新横川橋を渡っていきました。川はちょっと日光の反射もあって魚影はね見えませんね。まあこの今見えてるのは寺町本願寺ですね。市内バスおよび電車の停留所は別院前。何かね火がありますんでね、ちょっとそっち行ってみましょう。前方は陸軍病院の記念碑ですね。門ですね。ここは軍用地ですからね。元軍用地なんで。
のんきに撮影してたらちょっと原爆の遺構をね見てしまいまして、まあでもここを通ってねピースウィング広島に行かれる方絶対ちょっと一礼してから行ってくださいね。私は歩道の舗装路から外れて こちらを進みたいと思いますが、で対岸のですね木はあの結構多くが桜の木なんで桜の時期は非常に見栄えがいいのではないかなと思いますね。なんかね向こうからこうこっちを見るときこんなになんか今日人が多いんですけどこんなに人が歩いてるイメージがなかったんですけど結構ねたくさんの人がね通ってらっしゃいますね。まあ、気持ちいいし絶対こっちがそりゃ十分なあの歩道幅っていうか確保されてますんでね。あ、そうそう、それとこの辺りねこういうことなんですよ。知能は書いてないけど知能はいいのかなって、いやそういう問題じゃないっちゅうね。おほほ、それもこっちに行かにはいけんじゃろ。なるほど、こういうことか。安心してください、こっち歩いてきても楽勝ですよ、楽勝。そこが解放してくれるのかどうなのか分かりませんが、それにはいけんじゃろ。あ、なるほどね、そこを通ってまあサッカーの日はするんでしょうね。C2 入り口に着きましたよ。でもすぐそこがね、そらさや橋、人だかりだなと思ったら撮ってる人がいっぱいいました。いやサッカーの日にあんなに大胆にデイキャンプはできんじゃろうね。これ一直線にまっすぐ行ったらもう原爆ドームですからね。ああ、ここから見るとオリズルタワーはあんな感じで見えるんですね。
中もいろんな電光掲示、あの多分売店とかのだと思いますけどね、あれもいろいろ店頭テストをねしてますね。あの一番上の席からこっち見たら面白いかもね。これだけちんたら歩いて撮影しながら来たんですけど、30分ぐらいでね来ました。本当はもっと早いと思います。あの歩道を歩いた時は15分ぐらいで来ましたからね。こんだけちんたら歩いても大丈夫ってことで、ここにも雁木があって、うお、このように水と戯れることができるということですね。はい、ということでですね、新福島駅からエディオンピースイング広島までですね、川沿いを歩いてやってまいりました。撮影しながらちんたら歩いて、それを30分、おそらく真面目に歩けば20分以内だと思います。秋の早いファンの方が、サポーターの方がサンフレのユニフォームを着て何か語らっていますが、はい、ということですね、この動画はここまでといたします。ご視聴ありがとうございました。